この体育館の手前の道がね、歩道になってて、早速桜なの。今日曇ってるからね、もうちょっと明るかったらよかったんだけど、でも明日から対馬雨らしいから、今日しかないなと思って。あ、すごいすごい綺麗、何これ、すごい綺麗だよ。ほら、ちょっとしゃがんでみるよ。こうかな、いいねこの景色。あ、ケチ中学校3年 B 組再会の庭だって、出会い桜記念樹。あ、同窓会でここでまた再会しようねって言って植えたんだろうね。すごいすごい絶景。この上も最高やね。今日なんか私しか歩いてないっぽいんだけど、絶景じゃないこれ。横はね、川が流れてるんだよ。ほら、川もね綺麗。あ、菜の花の香りが。右側がすごい真っ黄色、真っ黄色だよ。これ全部菜の花。なんで今日誰も人いないんだろう、不思議なぐらい。遠くに歩いてきてる。あ、よかった、私だけじゃなかった。あ、ベンチもある。綺麗、すごい、続くね続くね。わあ、一面桜、すごい、なんて美しいのこの世界。わあ、満開だよ。本当に満開。うわあ、全部ソメイヨシノだねこれ。どこまで続くんだろうこの桜並木。
国道のすぐ近くにこんな世界があるって、対馬っぽいね。なんか、あ、菜の花がいつの間にか終わってる。どこまで行くんだろうこの桜。続いてる、向こう奥も。え、民家の駐車場に入っていくの？あ、なんか、ん？なんだろうこの花。かわいい、ここだけ咲いてる。わあ。あ、奥は竹林なんだね。あ、川に桜の花びらが散って、花びらが流されてるよ。あ、あ、車が来た。ホイールが、あ、そっか、そうだよね。すごい。え、どこまでこれは。あ、もうすぐ道路に出るけど、対岸沿いにもこの辺り桜があるね。綺麗ですよね。今満開ですよね。ねえ。道行く人に話しかけられた。はあ。ずっと桜続いてる。奥の方も。この道をそっちに、そっちに行ったらもう国道に戻るんだけど、バスが来た、バスが来た、バスが来た。奥にもずっと桜があるんだけど、なんかこっちは花がまばらだね。こっちから戻ってみようか。多分同じような場所に戻るから。よかった。今年はなんかまともにお花見ができて嬉しいな。あ、この桜のさ、向こうのあの山、山の木々がなんか明るい緑が、葉っぱだね、新しい葉っぱが生えてきてる。こっちこっち。上の方ね。
綺麗だね。わあ、本当に満開。海岸でね、写真撮ってる子がいる。ちょっとほらほらほら、きっと新1年生だよ。春だね。ほらほら、中学生だね。あれはあの子と中学生と小学生。あー、いいね、入学の季節。やっぱあっちの対岸の道の方がいいよね。さ、でもさっき歩いたから、この小道、この小道さ狭いよ、すごく。さっきの桜道と同じぐらいの道幅。やっぱりお花見に来てる人いるね。だって今日は絶景だもん。今日逃すと明日から雨なんだもん。でも外側もいいね、外側から見れるのも。こっちの道ね。よよ、これ木いちご、この白い花、いちごの花も咲いてる。あ、この桜はピンクだ。これまた別の種類の桜だよね。わあ、すごい、目いっぱい咲いてるよね。目いっぱい。わあ、もこもこしてるよ。わあ、わあ、すごい、綺麗、綺麗としか出てこない。綺麗、連打してる。綺麗を連打。体育館が見えてきた。この山の上はね、小学校があるんだけど、あ、小学生が坂道を下ってきてる。いいね。
うん、ああもうあっという間に一周してきちゃった。戻ってきたよ。この鶏の形の体育館。はい、一周してきたよ。いやーすごい、思っていた以上に絶景でね。やっぱこの辺りの桜と菜の花の並木道が素晴らしかった。みんなも桜の季節になったらここ名所だ、名所の一つだと思うから歩いてみてね。それじゃあまた対馬で会いましょう。じゃあのー、皆さんご視聴ありがとうございました。そしていつも対馬チャンネルを応援していただきましてありがとうございます。めでたくこのチャンネルも YouTube に認められまして、メンバーシップを始めることができるようになりました。いろんな特典をご用意して参加していただいた方に恩返しができるような内容にしていけたらと思っておりますので、興味がある方はぜひ概要欄から説明動画を見ていただき、ご参加よろしくお願いいたします。最後にいつもチャンネルを見ていただいてありがとうございます。みんなの応援でこの対馬チャンネルの運営ができております。ありがとうございます。じゃあのー。